はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するゴーストリコンワイルドランズ、今回は第10話目ですね。続きの方をプレイしていこうと思います。今回はですね、こちらタバカレのエリア、マドレコカのミッションですね。こちらの続きの方をやっていこうかなと、思います。いろいろね、エリアも開拓しましたよ。いや、マップ広いね、ほんともう。いや、マップがほんとね、広いので。ですね。まあ一応メディアルラのエリアはね、ちょいちょい開拓はしてるんですけど、まああとスキルポイントと、ボーナスメダル。あとキングスレイヤー情報もね、引き続き集めていきたいかなというところですね。マドレコカを倒して、あとは、ちょっとここにね、行こうかなと。ここですね。こちら。スピリティサント、ラ・サンテラ。難易度4なんですけども、行こうかなと思うんだけど、実はね、このエリアちょっと行きたいんですよね。カイマネス。そうですね。次はね、ここ行こうかなと。カイマネス行こうかな。難易度3からちゃんと、順々にやっていこうかなという感じでやっていこうかなと思ってます。いや、マップ広いね。マップ広すぎですよ。じゃあ、まず最初こちらからですね、やっていきましょう。ストーリーミッション。内部潜入者、やっていきましょう。Salazar's given up the names of several cocaleros who've been secretly spying for Madre Coca. If Chavez and the others are gonna stand a chance against the cartel, We need to take these fuckers out. なるほど。車これでいいか。よし、これでいきましょう。ミニバス。バスで行っちゃうからね、バスで。これ通れる、これ。通れるか？ちょっとうるさい。よいしょ。よいしょ。潜入者を、排除するですから。まあ、スナイパーライフルで、サクサクっとね、排除していこうじゃねえかなと、思ってます。あららら、あららららら。あらら、ちょっと。ああ。事故だ。事故が起きて。なんてことだよ。なんてことだよ。よいしょ、よいしょ。いや、相変わらず車の運転がダメですな。ダメというか、よいしょ。あ、ちょうどよく前方から車が来るから、それを、ちょっといただきましょう。ホールドアップ。ホールドアップ。よし、行こう。よいしょ。よーし。まあ、サクサクっと排除していきましょう。どうやらこのエリア。こんな広範囲にいるの？広範囲だね。よし。素早くしてもいいですよ。なるほど。気づかれないように排除していく必要があるってわけだ。これは絶好のスナイパープレイのチャンスということかな。じゃあちょっとドローンで索敵しようかな。一人いたね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほどね。まずはあそこにいる。あぶね。オッケー。茂みの中をうまく入っていこう。ピルピントゥ農園。農園来ましたね。これでもこれさ、多分シンクショットで仕留められると思うから。一人いた。慎重に行きたいですな。慎重にね。慌てることはない。慎重に戦おう。あれはやれるか。OK。
いやもうスナイパーはね、練習してきたから もう余裕ですよ。よし、もう一回ドローン出そう。I got one narco. Point him out in the field. スナイパープレイしてるときはね、無口になっちゃうから。いるね、そこ。ダウン。よし。I got another. That's five. Got eyes on a tango. He's got a lot of background. これはでも、シンクショットをすればいけ Marking るんじゃ hostile. ないの He's close か？to some locals. ああ、なるほど。シンクショットできないわけね。なるほど。やれるかな。First target is down. Repeat, first target is down. Moving to the next. いいね、スナイパーライフルは。気づかれないように排除していこうかな。今、こいついけるか。いけるな。どう来るかな。今、手前にいる彼はやれ、あ、やれるな。やろう。Second target KIA confirmed. Let's find the last cartel rat and take him out. さあ、残りの一人は、ちょっとロングショットのスナイパーで倒してサクサクってこの車で脱出しようかな。We got a Sicario. ちょっと距離が近いか。慎重にここ。いけるか？いける。That's the last of them. Let's clear out and let the オッ Coca-Cola take ケー。care of the rest. さあ、逃げよう逃げよう。逃げよ逃げよ。オッケー。よいしょよいしょ。あららららら。いや、いいですね、スナイパーライフルは。やっぱり。これがね、やっぱスナイパーライフルの戦い方ですよ。いや、今のは気持ちよかったな。マドリコカ says she's willing to negotiate for Salazar's release. The old bitch sounds desperate. We could use this to turn her against El Sueño. All you have to do is convince her. はい。というわけで、マドレコカのミッションですね。最後、ストーリーミッションの最後の部分ですね。やっていきたいなと思います。まあ、さっきのストーリーミッションもアップみたいなもんですよ ちょっと内容等確認しようかな、いろいろ。エディアはここだね。ここからやっていきましょう。さあ、行くぞー。よいしょ。よいしょ、よいしょ。2キロか。ファストトラベルしよっか。ここからファストトラベルして、でいいか？あ、でもいけるかな。よし。じゃあ、このまま行こう。とりあえず、このまま行ってみよう。そうですね。このゴーストリコンは、スナイパーライフルが結構有効的なので、結構よく使うんですけども。よいしょ。まあ、比較的もう、ただね、150メートルぐらいになると、やっぱり弾が、落ちてしまうんで、まあ、そのあたりのね、まあ、弾の下がりをね、計算するのも結構好きなので、まあ、今後のね、プレイの方もね、スナイパーライフルをうまく使いながら戦っていこうかなと。思っております。で、メインウェポンは基本的にはアサルトライフルですね。まあ、今 AK-47 使ってるんですけども、それ以外は、基本的には、まあ、AK とスナイパーライフルの組み合わせで、戦っていこうかなと思いますんで。やめろやめろ。あんな感じでね、反乱軍すぐ近づくと攻撃してくる。反乱軍というか敵はね、すぐ攻撃してくるので、なるべくね、やっぱステルスしていくのがこのゲームはいいのかなと。トラックじゃない方がいいな トラックじゃない方がいい。よいしょ。よいしょよいしょ。すごいね、これ。おうおうおう。なにこれ。よいしょ。道じゃないね。あ、まあ、でも道だな。
よしよし。で、車乗り換えたいな。あー、なんかいいよ。あれに乗り換えよ。あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。あ、物資あるね。よいしょん。で、基本的に物資はね、あれですね、スキルを解除するには必要なので、まあ、こうやって落ちるのもそうなんですけども、サブミッションとかね、あ、サブミッションじゃない、サイドミッション。サブミッションじゃ、関節技だ。サイドミッションの方もクラッシュしていくと、スキルポイントの方もね、集まってきますので、非常にまあ、こまめに、集めることが大事かなと思います。今ね、いろいろスキルの方は解除してまして、まあ、結構ね、エピックスキルだったりとか、まあ、エピックスキルっていうのも特別なね、スキルなんですけども、そういうのも解除してるので、結構ね、プレイの幅も広がってきましたね、結構。僕の場合は結構スナイパー寄りの、まあ、ステルス戦寄りの、スキルの振り分けにしているので、まあ、そのあたりもね、このゴーストリコンのね、良さとしてあるのが、まあ、人それぞれのプレイに合わせてね、できるのがいいところかなと思います。よし、着いたぞ。さあ、話そう。Here's those janky soldiers. That's right. Follow us. Haha. 反乱軍の後を追って会合に行く。Haha. Okay. あ、車乗るの？車乗るのね。車乗るのね。はーい。Our country here tonight. あれ、車乗るの？ How are we gonna handle the meat, boss? What's the move? I'll do the talking.Give Madre Coca the terms, see how she reacts. Everybody else hold back. I don't like it. If she makes a play, you'd be cut off. We'd never get to you in time. Jesus, Holt. You sound like my mother. You take your mother to a lot of hostage negotiations, boss? Look, Madre Coca's got no more reason to trust us than we do her. If I roll up on her with the whole team, it could sour the deal. So we play this one straight until we know different. Understood? Whatever you say, boss. You know I got your back. Hell yeah. That's what I'm counting on.そうですよね、敵と直接交渉をしに行くわけなんで、まあ、何があるか分かんないですよね、まあ、裏切られたらそこでね、やられてしまう可能性もあるので、一応、ドンパチ。ここか。警戒されてるって出てる。え、嘘。ちょっとちょっと。やりに来てるんですけど。やりに来てるんですけど。こいつやりに来てます。どこだ。クリオ、いた。後ろ。いで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 。あんなところに隠れてる。いていて、隠れよう。マドレコカを排除する。あれか。ナイスマドレコカ never had any intention of negotiating. She was looking for hostages of her own to trade for Salazar. She damn near got them. Tricky old bitch. Leverage works both ways, Bowman. She knew you couldn't resist taking a run at her. The only mistake she made was thinking we'd go down easy once the trap was sprung. Yeah, yeah, I hear ya.I still think it was worth the risk. Turning her would have been one hell of a coup. Take your team and disappear. Madre Coca's death is going to cause a lot of waves, and I need to see how it all shakes out. Roger that. Nomad out. やろう。奇襲。お、何か見えるぞ。I had told El Yayo and La Gringa to step up production. They claimed they were doing their best. Obviously, I had not been clear enough.This man's life was in your hands, and this is what you've done with it. I can't do this anymore. Please, just let me go home. I swear to God, I won't tell anyone what happened here. Sometimes I don't think you take me seriously.
Next time I will show you how serious I can be. あら、エルスエーニョ。ははは。エルスエーニョ、コカイン生産、エルヤヨとラ・グリーンが脅すと。なるほどね。なるほど、なるほど。とりあえずまずここを脱出することを考えないと。結構痛いぞ。いてててててて。来るか。いてててて、危ない危ない。どこだ。どこに。ほっ。いてててててて、どこだ。ここか。いいぞいいぞ。味方の戦闘力を上げてるからね。アンブッシュ、light these assholes up。オッケー。あのおばあさんどこでやられたの？いた。あー、がっつりやられてますね。Good work in Tabak Hell. Taking out Madricoca and her lieutenant has thrown her organization into chaos and provided an opening for the Cocaleros to declare their independence. You think they'll revolt? It's already happening.Madricoca's supporters could have kept things from getting out of hand, but you took care of that. Santa Blanca just lost their major coca supplier, along with all their current stock. That's gonna cripple their production. Solid copy. Thanks for the good news. We're moving to the next AO, Nomad out. Okay. はは。ものの見事に味方がやってくれましたね。はい、というわけで次のエリア行こうかなと思います。おそらくね、ボスを倒したことによって、新しい武器が解除されたのかな？どれだ？これだね。これだ。本気で生計を立てているコカ農家のためのエリムジン。武器を倒すとこんな感じでね、いわゆるなんかこう、スペシャルウェポンみたいな感じで、ボスが、まあ、使ってる武器が、入手することができます。まあ使わないですけどね。まあコレクションアイテム的な感じで僕は考えてますね。あんな風に装飾した銃ってあんまり好きじゃないので。で、次ですね。次のエリア、こちら、カイマネス行ってみようかなと思います。カイマネスにね、どうやらエスコープのね、ホロサイトが手に入るっぽいので、僕ちょっとホロサイト好きなんでね、ちょっと早めにアンロックしたいので、ちょっと次のエリア、カイマネスの方に移っていこうかなと思います。ここですね。はい。ちょうどね、ブラボーのエリアは、分かっているので、ちょっとそこに行こうかなと思います。今回は密輸活動ですね。初めて敵対するんじゃないのかな。ちょっと行こうかなと思います。今までは生産系と、護衛系か。だと、組織の、まあ、プロパガンダ系のね、ボスを倒していったんですよけども、今回は初めて、密輸系のね、ボスをここでね、倒していこうじゃねえかということで、やっていきましょう。そうですね、ストーリーミッションが解除されれば、ストーリーミッション。が解除されるところまで、あとはね、スキルポイントとパーツリストのところまではちょっとね、やっていこうかなと思います。時間的にね。はい、着きました。カイマネスエコー。さあ、着信が入るかな？よし。機密情報はどうやらここか。はは。あ、ラックレスから回っていかなくちゃいけないの。それなんか面倒だな。あ、ヘリあるじゃん。ヘリ。ヘリあるよ、ヘリ。ヘリで行こう、ヘリで。ヘリなら一番早い。ちょっと借りるよーん。よし、行きまーす。よいしょ。行きましょう。で、びっくりマークついてるところが機密情報ですね。スキルポイントだったりとか、あとは、装備品のね、情報を手に入れることができるところですね。ここはどうやら敵対はいないのかな？機密情報。
これは？ああいるね。いるいるいる。ちょっと。よいしょ。よし。お、着いた。For the past couple years, the cartel has been experimenting with high-tech submarines as a way to smuggle powder into the U.S. Best we can tell, these subs follow one of the tributaries up to the Amazon, then into the Atlantic for a transit to the Florida coast. Jesus, it's a couple thousand miles. Exactly. The man running the program is called El Cerebro. We've got almost nothing on this guy. Rumor has it he's some kind of genius, a real mad scientist type. We know he's been ordering all kinds of military-grade electronics to upgrade his subs capabilities.We need a better picture of what's going on in Caimanes. Get me all the intel you can on their submarine ops, as well as El Cerebro and his research. If you get actionable intel on the cartel submarine fleet, take them out. Let's put some hurt on El Cerebro and see how he reacts. Maybe he'll make a mistake and we can grab him. Sounds good. We're on it. なるほど。さあ、データが来ました。エルセレブロ。Most cartel members are violent idiots who are too high to care. But Patricio Mendez Valle, aka El Cerebro, is an oddball genius who's too fucking smart to bother. Nidia Flores spotted his intellect when he was just a kid. She sent him to college in Mexico and later grad school in California. Word is he was too strange and misanthropic for even that crowd. But he popped up on our radar. El Cerebro heads up the cartel's submersible program out of Caimanes. From Caimanes,His semi-submersibles, sometimes carrying as much as 10 tons of cocaine, head downriver to Brazil, then to the Atlantic. From there, floating just a few feet below the surface, they can go all the way to Mexico, even as far as Florida. But smuggling with these semi-submersibles will soon be a thing of the past. He and Nidia have ambitions to make reusable, fully submersible craft. Think what a multi-billion-dollar criminal enterprise could do with a fleet of submarines.Smuggling would be just the start. If we're gonna take down these subs, we need El Cerebro and his jagged ass brain intact and cooperative. Just remember, he's Nidia's pet project. She won't give him up easy. はい、というわけで、ニディア・フロレスにスカウトされて、カルテルの麻薬潜水艦を設計しているというのを明晰だが変わり者の男ということで、エルセレブロ。あ、ちょうどよく、機密情報もあるみたいなので、ちょっとここ行ってみましょう。重要情報は、ここにもあるね。じゃあ、重要情報を取るところまでやっていこうかなと思います。で、さっきのニディアという女性がですね、という女性が、まあ、いわゆる密輸系のね、一番のトップのリーダーですね。さあ敵が多いですね。であとは、どうやらね、この辺りはだいぶ敵がいます。OK。スタンバイ。3、2、1、shot。ダウン。横に一人。オッケー。あぶねえ。もう一人いるな。よしよし。索敵大事だからね。索敵は本当大事ですよ。あれは排除しとかないと気づかれそうだな。やれるかな。オッケー。で、スナイパーが一人、そこに一人。ちょっと見えないな。見えた。ああ、動く？そう来る。ここは潜入できるから、後ろ取ろうか。ハンドガンでやれるかな。OK。で、重要情報がそこ。よいしょ。ああ、ここだね。スナイパーか？あぶねえ。調査。パシャパシャ。Here we go.
This map's got locations for cartel subs anchored along the river. If we move fast, we could take them out before they head out on another smuggling run. ストーリーミッションこちらですね。潜水艦隊1、麻薬潜水艦を破壊する。はは。あ、2も出ましたね。あ、3も出た。3も出た。で、重要情報が速攻。そうですね。ちょっとこの機密情報、近くにあるね、機密情報取りに行きましょう。上にスナイパーいるんだよね。だ。よし。調査。スキルポイント。よし、これスキルポイントの場所が分かりましたね。こんな感じですかね。はいはいはい。は武器の情報が欲しいぞ、俺は。オッケー。いや、スナイパーライフルは本当いいですね。遠距離から敵を排除できるので非常に効果的ですね。よしよしよし。で、そっか、走っていこうか。この辺はだいぶ敵が多いね。そうですね、もう難易度3ぐらいになるともう敵の量だったりとか、あとは通信妨害とかそういう系がね増えてきてるので、ちょっとねいろいろスキルも解除しなくちゃいけないんですけどね。まあそのあたりはサイドミッション等ですね、こなしていきながら、やっていこうかなと思います。ここはどうやら誰も守ってないようですね。結構警備は手薄？ Okay, all clear. こうだね。よいしょ。パーツケース。カシャカシャ。よし。これでパーツケースの場所も分かって。で、ここで、資料を回収。はは。すごいな。生命保険をペットご加入ください。マップですね。見ていきましょう。パーツケース、折りたたみ式。だいぶ広いとこまであるね。あ、ホロサイドここにあるんだ。これは取り行きたいね。近くだから、取り行っちゃおうか。パーツケース。ははは。今ね、パーツケース4と6と、あと武器ケース出てるんです。これはね、課金ケアバケのおかげで、取ってるものなので、そうですね。そうだな。ヘリが使えるんだったら、ここまで行きたいですね。ちょっとヘリ取って、ヘリを、取りに戻ろう。ヘリを取りに戻って、今回はじゃあ、奥の中央の、需要ミッション、確か、ある、需要情報を取って、ストーリーミッションを出してから、終わりにしようかなと思います。時間的に多分ちょうどいいと思うので、そうですね。はい。じゃあ、ちょっとそこまで今回プレイしてから、僕の方で勝手にスキルポイント等は、回収しようかなと思います。よいしょよいしょ。で、スタミナもね、今これ走ってるんですけども、スキルをね、もう一段階上げると無限スタミナが使えるようになるんですけども、僕は結構リアル思考なので、そんなね、無限のスタミナなんていらないので。よいしょ。これ乗れる？まだこれ。煙吹いてるけど、まあいけるだろ。よいしょ。目的地は、スキルポイントとかがストーリーミッション近いところ行きたくないので、ここ行きましょう。4.3 キロ。でね、今ね、こうやって、ヘリコプターで飛んでるんですけども、場所によってはね、ミサイルが飛んできたりとか、いろいろするところが多くて、あー、なるほど。こんな感じなんだね。す
すごいね。でもこんなところでさ、潜水艦作っちゃうんでしょ？どんな組織だよって話ですよ。よいしょ。すごいね、なんか。もうなんか船での戦いが多くなりそうだね。ちょっと気をつけた方がいいね。あ、あれが潜水艦だね。結構これは、一回逃げられてしまうとちょっと船で追うことが多くなりそうだから、ちょっと早めにスナイパーライフルとかで片付けていくのが良さそうな気がしますね。なんか結構これはマップ的には面白いですね。なかなかないマップなので、こういうまあ川沿いのマップっていうとね、なかなかないので、敵も待ち伏せしやすそうだね、この辺だと。この辺のファストトラベルもちょっと見ていきたいですね。多分ここにあるってことは多分この辺にあるんだろうね。よし、どうやらあそこにあるらしい。敵がいないことを祈りたい。今マップを見る限り反応はないけど、大抵ここにはねいますから。あららら、らいるわ。ちょっとドンパチやろうか。よし、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるよ、ここ。いっぱいいる、いっぱいいる。ははは。いっぱいいる。シンクショットしようか。こんな感じでしょうか。あれやれる？スタンバイ。3、2、1。ちょっと OK、 仮設病院一気に行くぞ。いない？さささささ、いたね。ダウン。どこだ？こんな。 OK、さあ残り一人はどこだ？どこにいるんだい？ここかな。怖いね。あは？どこだ？どこにいるんだ？これか。Tango marked, but he's got a civilian nearby. Okay. Huh? あぶね。よし、これか。調査。Clear on my side. According to this, El Cerebro is buying loads of military-grade electronics from foreign sources for his new sub-design. Looks like a shipment just arrived by boat a couple of days ago.You think we should go after it? That cargo could be an intelligence gold mine. We steal that boat and turn it over to Bowman. She can have the agency's techs go over it with a fine-tooth comb. なるほど。なるほどね。ここも出た。はははほほほ。ちょっとじゃあ、ちょっとキリがいいので、今回はちょっとここまでにしようかなと思います。次回はですね、こちらカイマネスの、エリアのですね、だいぶファストトラベルできる場所が多いね。まあ、重要情報を取りつつ、ストーリーミッションの方もね、やっていこうかなと思いますので、皆様次回もお楽しみにしておいてください。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。無事にですね、マップで言うと、こんな感じですね。今分かりやすく言うと、こんな感じですね。だいぶじゃあ、この辺の生産系をね、僕は、僕の方だとプレイしてるということですかね。こんな感じですね。で、次回のターゲットがこいつと。こいつということですよ。やってやりたいなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。